鳥竜市長鳥竜市は大韓民国中西南道の都市である。中西南道南部に位置し、市内を湖南線、湖南高速道路支線が通る。市内にある鳥立山は多くの峰が立ち並ぶ中西南道随一の名山で、古くから付属信仰の聖地とされ、風水思想上では気の集まるところとされている。市内には韓国軍の陸海、 空山軍統合本部である鳥竜大があり、市民の約半分は軍人とその家族である。鳥竜市及び隣接する大田港域市樹上区、大徳区の一帯は、統合司令部、教育司令部、軍需司令部、国防科学研究所など、軍の重要機関が集中する地域になっている。軽流大は、軍戦略の安定化と国土の均衡発展のために、 構想された韓国軍の統合司令部で、1989年から1993年にかけて陸軍、海軍、空軍の各軍本部がロンサンサシマメマメンに移転して形成された。その周囲の都市化を進めるため、中西南道は1990年代からマメマメン一帯でアメリカの陸軍士官学校のあるウェストポイントや国防総省のあるアーリントンをモデルとした。 国防新都市を建設する構想を進め、人口15万人規模のニュータウンを目指して、都市基盤の整備事業を行っている。中西南道は、鳥粒子の設置を政府に訴え続け、国会での鳥粒子設置に関する特別法に基づいて、2003年9月にロンサン主から豆豆マメマメが分離して鳥粒子が成立した。軍や、その関連産業が主な雇用先。 ありがとうございます。